ロバート・グリーン・インガーソルは、アメリカの弁護士、政治的指導者、不可知論者である。インガーソルの父、ジョン・インガーソルは、奴隷制度廃止主義者の牧師。インガーソルは、ニューヨーク州ドレスデンに生まれたが、父の急進的な考えによって、イリノイ州ピオリアに落ち着くまで、頻繁に引っ越した。インガーソルはそこで弁護士に、弟子入りし、一人で住むようになった。 南北戦争の際、第11入りの一期兵連隊を立ち上げ、統率した。連隊は、シャイローの戦いで戦ったが、その後インガーソルは捕らえられ、以後戦線に出ないことを条件に釈放された。戦後、イリノイ州検事総長を務めた。彼は、当時教よりは、進歩的だった、共和党の重要な党員となった。彼は、党で地位につかなかったが、 積極的に党の活動に参加した。彼は1876年、ジェームズ・ g ブレインの推薦スピーチをした。ブレインは当選できなかったが、推薦スピーチが評判となり、素晴らしい夜のスピーチと呼ばれ、政治演説のゴールドスタンダードだと言われた。インガーソルは、巨大スキャンダルであった、スタールート裁判に携わり、被告のニュージャージー州の男性を擁護した。 無罪は勝ち取れなかったが、彼の迫力ある用語によって、法の欠点が指摘され、わずかながらも、検察の理解を得られた。演説が公共の楽しみであった時代、インガーソルは演説者として知られた。彼は、シェイクスピアのことから、南北戦争後のことまで、何でも話したが、彼の最も得意としたのは、不可知論と尊厳と組織の堕落についてであった。 彼の演説は3時間以上続くこともあったが、彼はそれを暗記していた。聴衆たちは退屈することがなかったという。ありがとうございます。